音ネタはねルーパーで撮ります。なんでルーパーで撮るかというと、1小節きっかりとか2小節きっかりみたいなネタが欲しいんで、ルーパーで撮ればそれがね簡単にできるからですね。シフトキーを押してルーパー、この状態で、まあ、設定としては、ここがプレイモードがループになってるのか、でレコードバーズが 2本でいいかな、まあ、4にしとくかな、まあ2でいいか、うん、2小節これ OK ですね。でクリックが、録音するときだけはここで Yes にしときます。まあこれで OK にしましょう。で、キープ。サンプル1、キープ。で、早速スライスします。トリムに行って、これね、スライスする前に気をつけないといけないのは、今ルーパーで撮ったから、ここのね、ループがオンになってるんですね。これを切ってやらないと、スライスしたサンプルの一個一個にループがオンになっちゃうんで、これオフにします。で、スライスをします。16分割でどうかな。いいですね。実はね今音源を MIDI の音源をただ弾くだけだと面白くないんで、一緒にマイクも立てて、マイクから拾った音も実は一緒にサンプリングしてるんですね。だからカチャカチャっととかね一緒になってますね。この辺とかでもカチャカチャって音が入ってますね。これでちょっと気持ちいいかなと、音響的なね効果が。で、これで大体いいかな。 Do it で、Create New プログラムを新しく作りますか。 Yes。 これで、トラックメイン画面に行くとできてるはずですね。で、まあ、トラックの1に移動して、ここでこのサンプルの1っていうプログラムを呼び出して、これで OK ですね。で、これでもうスライスされた状態になったんで、ここからね、どういう風にして、バッファー、シャッファーの、まあ、真似事みたいなことをするかというと、まずは、ちょっとね、レンダーしてみようかな。レンダーするには、ここのタップテンポボタンを長押しして、で、適当な、例えばこういう音符を選んで、できるわけですね。それで、ですね、プログラムの方に行って、まず今こういう風になりっぱなしになってるんで、これをじゃあ、シフトを押してオールで全部のサンプル、全部のパッドをいっぺんに変えられるんで、これを今ワンショットからノートンに変えます。そうするとこういう風に鳴らした長さが、鳴らしたというか押した長さだけ鳴るようになりますね。で、これだとちょっと余韻が残っちゃうんで、アンプに行って、アンプのこのお尻の部分ですね、ここの余韻の部分をこう長い、例えば長ければこういう風に余韻がつきますよね。これをゼロにします。そうするとですね、レンダーするとなっちゃうのかな、あれ、ああいう風に。まあいいや。で、シフトオールでボイスは重なると嫌なんで、モノにしちゃいますね、全部。あとは全部逆再生してみましょうか。今ここが
純再生というかなってるんで、ここを逆再生にすると、こういう感じで面白くなったんで、で、そうっすね、ステップレコーディングでここに打ち込んでいくんだけど、その時に、ステップレコーディングのオプションでステップサウンドオフ、オートステップって言って、こう一個ずつ勝手に進んでくれるやつですね。これイエスにして、デュレーションは、100% でいいかな。ちょっとスタッカート気味しようかな。ここを 70% にして、クローズ。それでちょっと適当に、今タイミングどうしてんだっけな。タイミングをちょっと16ぐらいにしてみようかな。16にして、普通に打ち込んでみようかな、じゃあ。でループを1小節いいな、これ1小節ループにして、で聞いてみよう。うん、結構面白い感じのニュアンスになってますよね。でじゃあ今度はこの中に適当にね、今度タイミングのこれを細かい音符に変更して、これで適当なところにね、音符をこういう風にして打ち込んでやるんですね。そうするとどうかな。いいっすね。じゃあ今度、タイミングをまた16分音符に戻して、適当なところに、音符をイレースしてあります。こう適当に動かして、例えばここにして、この辺にしようかな、イレースで、ここにイレースってやって聞いてみます。面白いですね。じゃあ次はプログラムに行って、そうですね、この中の何個かを普通の再生に戻してやると、2個ぐらいを。で、パンですね、パッドの、パンをね、適当にこう極端に動かして面白く、こうなんていうんですかね、こういう極端な、こういう風に全部が真ん中にないようにこうしちゃって、聞いてみましょう。ピッチを何個かだけ極端に変えてみます。すごく低くしたやつとか、すごく高くしたやつとか、ちょっと挟んでみます。それで聞いてみます。ピッピッて言ってますね。これが高くしたところですね。もうちょっとじゃあこのくらいにしてみようかな。で今度は、ここの低くしすぎたところをこのくらいしてみようかな。このマイナス10っての結構面白いですね。マイナス10をもう1個ぐらい増やしてみようかな。おお、いいですね。あとはそうだな、全体のピッチを極端にいじってみようか。このシフトオールでチューンの全体を選んで、ここをじゃあグワッと下げてみよう、全体を。そうするとち
面白いですね。じゃあ高くしてみよう。こんなようなことができちゃうわけですね。うん。なかなか面白いじゃないかと。で、これ手動でやったらこんな感じなんで、これで十分楽しいんですけど、これをね、なんていうんですかね、ランダマイズボタン、ランダマイズをね、してくれる機能とか、要するにこの、プログラムの中を、なんか、ランダムにこう、なんでしょうね、このチューンのとこだけランダムにできるとか、この再生モードのとこだけランダムにできるとか、なんかそういうのがあったら、よりこれがガンガンやっていける便利さが出てくるかなと思うんですね。あとはその予想外のものが出てきて、それをからインスパイアされるとか。でシーケンスの方は、シーケンスの方もなんかそういう風な、なんかここの中でなんかランダマイズしたりとか、要所要所だけ細かい音符にして連打するとか、なんかそういうようなランダマイズがかかったりとかできたら面白いんじゃないかなっていうふうに思うんですね。でも手動でやっても結構面白いですね。むしろ手動の面白さも今あるかなとも逆に思いましたね。うん、このままでもいいかなとも思いました。はい。